寺田虎彦作、どんぐり。もう何年前になるか、思い出せぬが日は覚えている。暮れ申し詰まった26日の晩、妻は下女を連れて下山り支店の縁日へ出かけた。10時過ぎに帰ってきて、田元からお土産の金ばと焼きぐりを出して、世の ノートを読んでいる机の隅へそっと乗せて、便所へ入ったが、やがて出てきて、青い顔をして、机のそばへ座ると同時に、急に咳をして、血を吐いた。驚いたのは当人ばかりではない。その時、世の顔に全く血の気がなくなったのを見て、一層気を落としたと、これは後で話した。 あくる日、下女が薬取りから帰ると、急に暇遅くれと言い出した。この辺は物騒で、お使いに出るときっと嫌ないたずらをされますので、どうも恐ろしくて不気味で務まりませんと、妙なことを言う。しかし、見る通りの病人を抱えて、今急にお前に帰られては途方にくれる。せめて、 代わりの人のあるまで辛抱してくれと、よしやまだ一回の書生にしろ、とにかく一家の主人が泣かぬばかりに頼んだので、その日はどうやら思いとどまったらしかったが、翌日は国元の親が大病とかいうわけで、とうとう帰ってしまう。駆け取りに来た車屋のばあさんに頼んで、何でもよいからと、京安から連れてきてもらったのが、 みよという女であった。幸せと、これが気立ての優しい正直者で、もっとも少しぼんやりしていて、キは人に化けるものだ、というようなことを信じていたが、とにかく忠実に病人の看護もし、叱られても腹も立てず、そして時にしくじりもやった。蝶子鉢を座敷の真ん中で取り落として、 洪水を起こしたり、こたつのお下がりを入れて寝て、布団から畳まで計一尺ほどの焼け穴をこしらえたこともあった。それにもかかわらず、世は今に至るまでこの未世に対する感謝の念は薄らがぬ。病人の容態は良いとも悪いともつかぬうちに、年は容赦なく暮れてしまう。 新年を迎える用意もしなければならぬが、何を買ってどうするものやらわからぬ。それでも、ミオが病人の指図を聞いて、それに自分の意見を混ぜて、一日忙しそうに働いていた。大晦日の夜の十二時過ぎ、障子のあんまりひどく破れているのに気がついて、街灯の頭巾を引っかぶり、皿一枚を下げて、 森川町へ五輪の海を買いに行ったりした。ミオはこの夜三時過ぎまで結びごんにゃくをこしらえていた。世間はめでたいお正月になって暖かい天気が続く。病人も少しずつ良くなる。風のない日は縁側の日なへ出てきて、 髪の折り鶴をいくつとなくこしらえてみたり、秘蔵の人形の着物を縫うてやったり、曇った寒い日は床の中で黒髪を引くくらいになった。そして時々心細い愚痴っぽいことを言っては、よとみよを困らせる。妻はその頃、もう身重になっていたので、この五月には、 ウイザンという女の大難を控えている。おまけに獣句の大役だという。ミオが宿入りの夜など、小枯らしの音に混じる隣室の寂しい寝息を聞きながら、机の前に座って、ランプを見つめたまま長い息をすることもあった。妻は、 医者の間に合いの気休めをすっかり信じて、全く一時的な帰還の出血であったと思っていたらしい。そうでないと信じたくなかったのであろう。それでもどこにか不安な念が潜んでいると見えて、時々、本当の肺病だって治らないと決まったことはないのでしょうね。とこんなことを聞いたこともある。 またある時は、あなた、隠しているでしょう。きっとそうだ。あなた、そうでしょう。と、うるさく聞きながら、世の顔色を読もうとする。その、祈るような気遣わしげな目遣いを、見るのが苦しいから、バカな、そんなことはない、と言ったらない。と、邪険な返事で打ち消してやる。 それでも一時は満足することができたようであった。病気は少しずつ良い。二月の初めには風呂にも入る、髪も言うようになった。車屋のばあさんなどはもうすっかり御前開だそうでと一人で決めてしまってそっと懐から感情が気を出して、 どうも大変にお早くご前会でという。医者のところへ行って聞くと、良いとも悪いとも言わず、何しろちょうどご妊娠中ですからね。この5月がよほどお大事ですよと心細いことを言う。それにもかかわらず少しずつ良い。月の十何日、風のない暖かい日、医者の許可を得たから、 植物園へ連れて行ってやると言うと大変に喜んだ。出かけるとなって庭へ降りると髪があんまりひどいからちょっと撫でつけるまで待ってちょうだいと言う。懐で押して園へ腰掛けて寂しい小庭を見回す。去年の枯れ肉が引かれたままで哀れに朽ちている。それに 千代紙の切れか何かが引っかかって、風のないのに寒そうに震えている。蝶津鉢の向かいの梅の枝に、二輪ばかり満開したのがある。近づいてよく見ると、作り花がくっつけてあった。大方、病人のいたずらららしい。茶の間の障子のガラス越しに覗いてみると、妻は兄弟の前へ座って、 溶かした紙を握ってパラリと下げ、串を使っている。ちょっとなでつけるのかと思ったら、自分で新たに巻き直すと見える。寄せばよいのに、早くしないかとせきたてておいて、座敷の方へ戻って、横になって今朝見た新聞を覗く。早くしないか、と大声で促す。そんなにせきたてると、 なおできやしないわ、と言う。黙って台所の横を回って門へ出てみた。往来の人がじろじろ見て通るから仕方なしに歩き出す。班長ばかりぶらぶら歩いて振り返ってもまだ出てこぬから、また引っ返して元来た通り台所の横から縁側へ回って覗いてみると、妻が 年がいもなく泣き伏しているのをミオがなだめている。あんまりだという。一人でどこへでもいらっしゃいという。まあともかくもとミオがすかしなだめてやっと出かけることになる。実にいい天気だ。人間の心が蒸発して霞になりそうな日だね。と言ったら、 一見ばかり後をせったを引きずりながら、大義層についてきた妻は、ええ、と気のない返事をして、無理に笑顔をこしらえる。この時、初めて気がついたが、なるほど、腹の帯のところが人並みよりだいぶ大きい。歩き方がよほど変だ。それでも、当人は平気でくっついてくる。 見ようと二人でよこせばよかったと思いながら、無言で歩調を早める。植物園の門を入って、まっすぐに広いタラタラ坂を登って左に折れる。穏やかな日光が広い園にいっぱいになって、花も緑もない地盤はさながら眠ったようである。温室の 白塗りがキラキラするようで、その前に二三人懐で押して、窓から中を覗く人影が見えるばかり。噴水も出ていぬ。水蓮もまだ冷たい泥の底に、真夏の雲の影を待っている。温室の中からガタガタと下駄の音を立てて、田舎の婆さんたちが四五人、狐につままれたような顔をして出てくる。 よらはこれと入れ違って入る。活力の満ちた湿っぽい熱帯の空気が鼻の穴から脳を襲う。ヤシの木や琉球の場所などが今少し伸びたらこの屋根をどうするつもりだろうといつも思うのであるが今日もそう思う。ハワイという国には廃病が皆無だと。 誰かの言ったことを思い出す。妻は、小緑に種の反転の入った草の葉をいじっているから、おいよせ、毒かもしれない、と言ったら、慌てて話して嫌な顔をして、指先を見つめてちょっと嗅いでみる。左右の回廊には、ところどころ赤い花が咲いて、その中からのんきそうな人の顔もあちこちに見える。 妻はなんだか気分が悪くなったという。顔色は大して悪くもない。急に生暖かいところへ入ったためだろう。早く外へ出た方がよい。俺はもう少し見ていくからと言ったら、ちょっとためらったがおとなしく出て行った。赤い鼻だけ見てすぐ出るつもりでいたら、人と人との間へ挟まって、 ちょっと出損なって、やっと出てみると、妻はそこには犬。どこへ行ったかと見回すと、遥か向こうのあずまのベンチへ、力なさそうに持たれたまま、こっちを見て笑っていた。縁の静けさは前に変わらぬ。日光の目に見えぬ力で、地上のすべての活動をそっと 押さえつけてあるように見える。気分はすっかり良くなったというから、もうそろそろ帰ろうかというと、少し驚いたように世の顔を見つめていたが、せっかく来たからもう少し池の方へでも行ってみましょうという。それもそうだとそっちへ向く。崖を降りかかると、下から大学生が二三人、黄色い声で、 アリストートルがどうしたとかいうようなことを議論しながら登ってくる。池の小島のあずま屋に三十ぐらいのメガネをかけた品のいいサイが海軍服の男の子と小さい女の子を遊ばせている。海軍服は小石を拾っては氷の上を滑らせて心よい音を立てている。ベンチの上には しわくちゃの半紙が広げられて、その上にカステラの大きな切れが乗っている。あんな女の子が欲しいわね。と、妻がいつにないことを言う。出口の方へと崖の下を歩く。何の見るものもない。後ろで妻が、おやどんぐりが。 意に大きな声をして、道脇の落ち葉の中へ入ってゆく。なるほど、落ち葉に混じって、無数のどんぐりが、いてた崖下の土に転がっている。妻はそこへしゃがんで、熱心に拾い始める。見る間に、左の手のひらにいっぱいになる。よも、一つ二つ拾って、向こうの便所の屋根へ投げると、カラカラと転がって、 向こう側へ落ちる。妻は帯の間からハンケチを取り出して膝の上へ広げ、熱心に拾い集める。もう大概にしないか、バカだな、と言ってみたが、なかなかやめそうもないから、便所へ入る。出てみると、まだ拾っている。一体そんなに拾ってどうしようというのだと聞くと、 面白そうに笑いながら、だって、拾うのが面白いじゃありませんか、という。判決にいっぱい拾って、包んで大事そうに縛っているから、もうよすかと思うと、今度は、あなたの判決も貸してちょうだい、という。とうとう世の判決にも何号かのどんぐりを満たして、もうよしてよ、帰りましょう。 どこまでもいい気なことを言う。どんぐりを拾って喜んだ妻も今はない。お墓の土には苔の花が何べんか咲いた。山にはどんぐりも落ちれば日踊りのなくねに落ち葉が降る。今年の2月、明けて6つになる 忘れがたみの蜜蜂を連れて、この植物園へ遊びに来て、昔ながらのどんぐりを拾わせた。こんな些細なことにまで、遺伝というようなものがあるものだか、蜜蜂は非常に面白がった。五つ六つ拾うごとに、息を弾ませて世のそばへ飛んできて、世の帽子の中へ広げたハンケへ投げ込む。 だんだん獲物の増してゆくのを覗き込んで、頬を赤くして、嬉しそうな、溶けそうな顔をする。争われぬ母の面影が、この無邪気な顔のどこかの隅からちらりと覗いて、薄れかかった昔の記憶を呼び返す。お父さん、大きなどんぐり、恋も恋も、 恋も恋も恋も、みんな大きなどんぐり。小さい泥だらけの指先で帽子の中に類々としたどんぐりの頭を一つ一つつっつく。大きいどんぐり、ちゃいどんぐり、みんな利口などんぐりちゃん。と、でたらめの唱歌のようなものを歌って、とびとびしながらまた拾い集める。 世は、その罪のない横顔をじっと見入って、防災のあらゆる短所と長所、どんぐりの好きなことも、折り鶴の上手なことも、何にも遺伝して差し支えはないが、はじめと終わりの悲惨であった母の運命だけは、この子に繰り返させたくないものだと、しみじみそう思ったのである。